カワキの偵察に来たんだ。ちょっと。そう言って誘ったのはサラダだったでしょ。クソ野郎。正直で結構なことじゃねえか。僕はミツキ、ボルトとは一緒の第7班で友達なんだ。よろしくね。利き腕を預けるほどアマちゃんじゃねえぞ。お前みたいな得体の知れない体のやつにはなおさらな。わかるんだ。すごいね。